日本三重県津市白塚町白塚町は、三重県津市の町名、また、三重県川下郡に存在した町。町名は白い砂浜を意味する、シラスが、白らすになり、さらに点火したものとされる。元は純粋な農業業地域であったが、住宅地下が進行した結果、サラリーマン世帯が多くなった。津市の北東部、平成の大合併以前の津市の北東端にあたる。 伊勢湾西岸のほぼ中央に位置し、地形的には、下もが赤竜砂岩の平地、湾岸の浜底上にある。町の西部を近鉄名古屋線が南北を貫き、白津海が設置されている。伝統的な町の中心集落は南部にあるが、沿岸部の奈谷集落、白津海北側の新興住宅地などもある。伝統的な集落は、辻柿内など七つの柿内に分かれており、 それぞれの柿内が地蔵堂を持ち、念仏校を結成する。北で川下町加芸、西で川下町中瀬、立誠川町、立誠中山町、南で栗新町山町に接する。東は伊勢湾に面する。現代の白塚町では、自治会などの住民組織に加え、民生委員の担当地区は、柿の通称地名の町割単位で設定されている。 各町を示す標識は特になく、その正確な範囲を現地で知ることは難しい。白塚の地名が文献で確認できるのは南北朝時代のことである。大安元年の立誠町内熊野殿山頂座田日記に、京江殿という白塚の人が、久保田軍内の熊野車両の作人であるという記録がある。また白塚町内に、生じ旧門旧があり、 公文の宮殿を意味すると推察される。このように白塚は中世に荘園支配を受けていたと考えられるが、詳細は不明である。時代はおり、影響5年3月22日に伊勢山宮の岐路、あのお疲れ豊かくのへ向かう途中で、白塚の松を見た行隆氏は次のような短歌を読んでいる。室町時代後期に白塚は港として発達し、文明十二年には、 長野市方のが富士市が神経号白塚と島国の白、大里に設置した。これに対して、伊勢神宮は廃止を求めたが、分け部氏も若松に神経号を置こうとしたため、内宮ネギの荒木田氏常は、長野市に対して強い抗議を行ったという。なお、が富士市と関係すると見られる、加藤生を名乗る家庭が、現代の白塚町でも多く存在する。江戸時代には、 伊勢国安義郡白塚村であり、当初は伊勢上野藩の配下にあったが、慶長18年に伊勢上野藩突藩の愛 q となり、元場5年から紀州藩突藩の愛 q となった。紀州藩側は白子両大部伝組、津藩側は平野組に組み入れた。白塚村は沿岸漁業と後廃湿地での農業を制御とし、村高は元禄豪町では639国余り、 天保郷町と急行丘陵取調べ町では826国余りであった。江戸時代には地引き網による漁業が行われており、林村の町や村と論争を繰り広げた。また、夫役として徳川家の漁座船の過去割を課されていた。文化面では、家営年間頃に村内の薬師寺の僧侶が寺小屋を開設している。明治維新を迎え、1870年、 町村製紙工事は単独で村製を敷き、1896年に所属軍が安義軍から川下軍に変わった。1902年から1904年頃に織物産業が白塚村で起こり、6つの工場がタオル生産を行い、白塚タオルは特産品となった。1912年、津電島により、白塚村に初めて電気が引かれ、21個に、 明かりが灯った。翌1913年には、白塚神城高等小学校で火災が発生し、校舎一棟を消失した。1918年8月に、津市で米騒動が発生した際には、村民約200人が漁船で、津観音に乗り付け騒動に加担した。翌1919 19年、白塚郵便局が開業した。 1933年の職業別個数では、農業238個、水産業169個、商業148個、工業25個、公務自由業25個などとなっており、第一次産業と商業が中心産業であった。1944年5月8日に、関西急行鉄道が白津駅を設置し、同年9月には、 近鉄名古屋線の南側を管轄する車庫として、白塚車庫が開設された。1947年、白塚村は調整を施行し白塚町となり、白塚町立白塚中学校を設立した。しかし、白塚中学は1948年に、白塚町が一新田他4課、町村学校組合に参加したため、一新田中学校へ統合された。 調整志行したばかりの白塚町であったが、津市とは交通や経済などでつながりが密であり、すでに近隣の一新田町が津市へ合併を申し入れ、栗間村でもその予定があったことから、1953年11月9日と11月11日に懇談会を開催して津市との合併について町民の合意を取り付けた。 翌1954年6月15日に、白塚町長と津市町の間で合併協議所が結ばれ、同年6月24日に白塚町議会、翌6月25日の津市議会の議決を経て、同年8月1日に津市へ編入された。これにより、津市内の一丁名、白塚町となった。1955年の職業人口では、製造業599人、 農業567人、商業412人、漁業264人などとなっており、工業部門が新調した。白塚の工業は漁業に関連した水産加工、製氷のほか、電気機械製造業、製粉業などがある。また、津市への編入後、美小園などの宅地開発が行われ、住宅地としても成長していった。1900年代に勃興した。 地場産業の白塚タオルは2002年3月に最後まで営業を続けていた江藤タオルが閉業したことで消滅した2006年2005年日本国際博覧会のブータン館ラオス館の展示品を白塚町の司会師が買い取り2005年愛知万博記念日口智義ミュージアムを開館した2014年7月には前年に閉館した四日市市の オーストラリア記念館から巨大なカモノ橋の模型、カモンなど40点を引き取り、ミュージアム敷地内に新たに建設したオーストラリア館に展示することになり、2015年1月25日から一般公開を開始した。2019年6月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。1888年以降の人口の推移。なお、 1995年以降は国勢調査による推移。1872年以降の世帯数の推移。なお、1995年以降は国勢調査による推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。白塚町には、1949年設立の白塚漁業共同組合と同組合員が主に利用する白塚漁港がある。 2011年現在の白塚漁協の組合員は67人、漁業経営隊は31経営隊で、白塚漁港への登録漁船は51隻である。一方で、同年の白塚漁港利用漁船は176隻と、外来漁船の利用が多い。底引き網や船引き網を主要漁法とし、主な漁獲物は、コーナゴ、イワシ、カタクチイワシであり、海り養殖も営まれる。 水産加工分野では、白塚で水揚げされたイワシを利用して、伝統的に田作りや煮干しの生産が盛んであった。特にイワシの煮干し生産では、三重県内の産地を質、量の両面でリードしてきた。ただし1970年代以降より、冷凍品の加工が増加傾向にある。白塚漁港白塚漁港は、三重県津市白塚町にある第一種漁港。 1953年3月5日に漁港指定を受け、津市が管理する。2011年の属地陸揚げ量は12,272.0トン。属地陸揚げ金額は65,800万円である。なお属人漁獲量は2,285.0トンである。江戸時代には大網や中網を用いて地引き網漁業を行い、 天保10年には一号で300両を稼ぎ出したという。翌天保11年には町や村と魚場紛争を引き起こし、28人が処分を受けた。1882年の調査では地引網船32隻、浮引網船52隻が村にあった。1897年頃には打瀬網漁が導入され、1902年には 白塚漁業組合が結成された。さらに1937年には、徳島県からバッチ網漁を導入した。白塚駅三重交通白塚公民館、市役所白塚出張所2005年愛知万博記念、樋口智吉ミュージアム、薬も神社。ありがとうございます。